東京のウクライナ大使館でイースターに合わせたイベントが開かれました。参加者はイースターエッグと呼ばれる卵を好きな色で染め、写真を撮るなどして楽しみました。今回のイベントの参加費は寄付に充てられ、ウクライナでの人道支援などに使われます。